欲しい。2年だったら間違えた、うん、じゃあ直しといて。あ、じゃあ始めます。ちょっと聞きます。ここに英語で書いてありますが、キロメートル言ったよな。キロメートル、キロメートル、キロメートル。でも簡単にキロって言いますが、キロメートルというのは次の3つのうち何のことでしょうか。1番、水に入った瓶に入った水の量。2番、体重のこと。3番、長さのこと、距離のこと。はい、キロメートルというのはこの3つのうち、あれはお金のこと、あ、4つだな、4つのうちどれでしょうか。わかる人。はーい。佐野くん、あの道から、道のこと、道、うん。じゃあちょっと聞いて、これ量のことだと思う人、キロメートルというのは。それじゃあ体重のことだと思う人、それじゃあ距離、道のことだと思う人、お金のことだと思う人。じゃあ正解は距離のことでした。第2問、第2問。では1キロメートルという長さがあります。1キロメートル、大体ですよ、1キロメートルという長さは、私の家からずーっと歩いていって、テク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 歩いていって、近くのおじさんの家までの距離ぐらいを1キロメートルという。2番、1キロメートルというのは地球から月までの距離のぐらいのことを1キロメートルという。3番、公園のブランコから、滑り台までの距離ぐらいを1キロメートルという。3つの意見がありますが、1キロメートルというのは大体だよ、大体、まあ、うちからおじさんのところの歩いていく距離ぐらい、あるいは地球から月までの距離、あるいはブランコから滑り台までの距離のうち、この3つのうちどれだと思いますか。手を挙げてもらおう。はい、僕の家から私の家からおじさんの家ぐらいまでの距離だと思う人、これが1キログラ、1キロメートル。地球から月までの距離を大体1キロメートルだと思う人、ブランコから、同じ公園の中でだよ、同じ公園の中のブランコから滑り台までの距離を1キロメートルだと思う人。正解は、僕の家から歩いていって、テク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 歩いていって、おじさんの家ぐらいまでですね。で、私の家を今日初めて紹介しますが、まあみんな僕の家がどんな家か知らないでしょ。じゃあ教えてあげよう。僕の家の庭はね、これぐらい広いので、中がみんな車で来たらね、ここで降りてください。そして庭へ入ったら新幹線が置いてありますから、本物のその新幹線に乗ってください。シューッと、大体新幹線乗って15分ぐらいかかります。で、近くに池があります。池があって、その中にはクジラだとかイルカだとか飼っています。餌を毎日あげてますから大変ですね。で、こっちの方には、ちょっと右の方、左の方には恐竜だとか、象とかいろんな動物を飼ってます。絶滅危惧種とか、そういうのいっぱい飼ってるからね、楽しい。で、キリンもいます。で、この僕の家はこの背が何階建てか知りませんけど、まあ数えたことないんですけど、一応ね1400階建てだっていうことになってますけども、もちろんエレベーターないといけませんね。もうエレベーターは新幹線の上にヒュンと上がっていくんですけども、皆さんの家は2階か3階でしょね、3階建て。そう、僕の家は1400階建てなの。そしてね、ここにずっと部屋があってね、この部屋が、僕の部屋はね、上からね、この辺にあるの。僕の部屋から見るとね、雲がね、こんなに下に見える。飛行機もね、こんな下の方に見えるの。あ、飛行機飛んでいくな。みんなは飛行機見ると上飛んでいくって言うでしょ。僕はね、飛行機がね、下に見える。そしてこの一番上にね、ロケットがあるの。ロケットが、このロケットは火星行きのロケットなのね。でね、お星様までこういう橋がかかってますから、私はお星様まで橋で渡って歩いていくことができます。背が高いでしょ。この高さがすごいね。この距離がね、ここからここまでがね、だいたいね、この庭から庭の端までがだいたい100キロ、それからここからここまでがね、だいたいね2000キロ。2000キロじゃおかしいかな。だってお星様に近くね。だってさ、2000キロだったらさ、新幹線で行ったとしても1日2日かかるよ。そうだね、2000キロって言うと北海道から九州ぐらいだな。いや、高いんだよ。とにかくエレベーター乗ってここから乗るでしょ。ヒューン
ンキ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 ンそんだけお金あるの、ね、そうだよあなた。このロケットだってね、これね、日本の国家予算にも高いんだから、いいか、これでね、火星行ったり来たりして遊んでるんだから。普段はこういう姿に身を隠してますけども、すごいところに住んでいます。さあそこで問題ですよ。で、僕はテクテクと歩いていきます。まずこの子は歩いていきます。で、距離を、まずね、男の子がいてね、僕はね、歩いていくよ。あれ、男の子がいないじゃない。タケノコ、タケノコじゃない、男の子、僕は男の子です。では歩いていきます。これずっとあるね。で、テクテク歩いていきます。1キロ歩きます。1キロ歩くのは大変なんですよ。テク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 、今日はいい天気だな。でも寒いし、今日花粉がいっぱい飛んでるんだよな。だから鼻が痒くて仕方ないね。テク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 、お、あんなところに赤い屋根の家があったぞ。テク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 、これ誰の家かな。うん、なんだって、佐野って書いてある。佐野くんの家か。あの佐野くんいるかな。ピンポン、いません。どこ行ったの。 BW 行ってます。あ、そう。テック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 歩いて、やっと1キロ歩いてきましたね。え、これからおばさんの家行こうと思うんですけど、遠いですね。じゃあまた次の道歩いていこう。テック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 、遠いな。テック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 、あー、だいぶお腹空いてきたし、ちょっと足も痛くなったな。テック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 、あんなところに高い木があるね。あの木はすごい高いね。テック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 、本当だ、高い木だね。ああ、これで僕は2キロ歩いてきたぞ。2キロ、もう2キロも来たのか。あ、分かれ道があるね。上行くと林先生のとこだけど、今日は下の道通っていこう。テック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 、お、あのところにマンションが見えてきたぞ。あれは誰のマンションかな。うん、鈴木くんがこの辺に住んでる言ったけどな。鈴木くんいるかな。鈴木くんいませんね。テック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 、ああ、もう3キロも歩いてきたぞ。おばさんの家までは6キロだって聞いてたけど、遠いな。テック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 、お、今度お山が見えてきた。下の方には池が見えてますね。テック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 、遠いな。4キロは遠いね。テック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 、やっと僕は4キロ歩いてきました。はあ、疲れた。4キロねえ、4キロって遠足で歩くよりも遠いんだな。あ、こんなところに線路があるぞ。危ないからよく見て渡ろうね。大丈夫だ。よし、テク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 、橋を渡ればもう少しだ。テク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 、5キロになったぞ。あと1キロだ。おばさんの家まであと1キロだぞ。頑張ろう。おばさんの家は町の中にありました。おー、町の中だ。おばさんの家は賑やかだな。テク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 、おばさんの家はここの2階です。ピンポン、おばさん、6キロも歩いてきたよ。あら、大変だったわね。疲れたでしょう。お茶でも飲みなさいよ。はあ、歩くのは疲れた。そこで考えた。そうだ、今度は車で行こう。車で行けば早い。車に乗っていくよ。はい、今度は車で行くことにしました。じゃあ行くよ。ブーン、1キロ。あ、もう1キロ来ちゃった。ブーキー、2キロ、もう2キロ来ちゃった。次、3キロ、もう3キロ来ちゃった。ビー、4キロ、早いね、車で来ると。ピーッと待って、ピー、5キロ、もうあとちょっとだ。ビー、もう着きました。車は早いね。新幹線より早いのがあるんだよな。いや、飛行機だと降りられねえからな。かす、ヘリコプターで行こう。そうだ、ヘリコプターだ。今度はヘリコプターで行くことにしよった。バラ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 、ビュー、バラ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 。新幹線はね、線路がないといけないんだよな。おばさんびっくりするじゃない。え、ヘリコプター乗ってきたらおばさんびっくりする。するね、びっくりするね。どこでお金持ちだよ。じゃあ問題、問題じゃないけどね、男の子が2人でこれから、スカイツリーまで歩いていくことにしました。今時刻は何時ですか。何時。12
12時か。ね、今12時だよ。じゃあスタートしよう。テック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 、遠いな。テック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 。1時間でここまで来ました。ねえ、今何時になった？僕の時計では1時だよ。もう1時間も歩いてるのか。テック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 、遠いな。だんだんスカイタワー、スカイツリーか、まあ、だんだん大きくなってきたね。もう少しだよ。テック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 、まだ遠いね。今何時になりましたか？1時。1時間も歩いたんだ。で、この1時間ね。あ、ここで1時間なんだよな。あ、ごめん、ここで1時間で、ここ来たら何時になる？2時。2時になるんだよ。2時になるんだよな。もう2時間で、もう2時間も歩いてるよ。あ、珍しいかかしがあるね。もう2時間も歩いてるよ。テック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 、また1時間歩きました。じゃあ何時になりますか？3時。3時になりました。3時間も歩いてるんだよ。3時間も歩いてるのか。遠いな。テック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 、もう走れないよ。その走るとね、すごくエネルギー使ってね、汗いっぱい出てきちゃうのよ。テック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 、また1時間歩きました。何時？4時。4時間も歩いてますね。さあ、あと少しだ。テック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 、もう着くぞ。ああ、もう着いたと。スカイツリーに、はあ、1時間かかった。何時間できたでしょう？で、スカイツリー小さ。5時間ですね。5時間でした。この人はだから1時間でここからここまで来ました。2時間でここからここまで来ました。3時間でここからここまで来ました。伝わないか。1時間、2時間、3時間、ここで何時間かかった？4時間。4時間でかかったのね。これ大変でしたね。あんた4時間もかかって歩いたの。ところがこういう話もあるのね。みんなのお父さんお母さんはとても運転が上手だと思いますが、ハンドルを握ってください。はい、握って。では走ります。ブー、時速10キロね。ブー、遅い？遅い？俺の駆け足と同じくらい。本当？あんたよく知ってるね。じゃあ、まあ、とにかくハンドル握って時速10キロで走ろう。街の中は10キロぐらいのもんだよ。ブー、じゃあ遅い。じゃあ時速、じゃあ今度30キロにアップするから。いいね。はい、ブーン。僕の車は落としないんだけどね。ブーン。あんた鼻くそしてんだ。何、あんた危ないのよ。ちゃんとハンドル握りなさい。あんた前見て、あんたもハンドル握ってないでしょ。みんな運転手なんだからさ。じゃあ今度は時速50キロ。うーん、危ないよ時速50キロは。ピーッ、いよいよ70キロで走ります。ブー、走ってさーい。イエーイ。お母さん危ないよ。じゃあもう一回走ってくださいよ。みんな今度いいか、ハンドル持って。はい、時速10キロ。ブー、30キロ。ブー、時速50キロ。ブー、5キロぐらい走るか、お前。ブー。じゃあ問題、時速40キロってのはどういう意味でしょう？これ分かる人、時速40キロ。はい、山崎君。速さ。速いこと時速40キロっていうの？ No No。 それじゃあ、あの話せせ、あの答えになってませんね。お母さんが時速40キロで今車を走らせています。時速40キロってのはどういうことでしょう？なんか書いてある。だからどういうこと、どういう意味でしょう？誰かいい意見を言ってくれる人いませんか？時速40キロっていうのはどういう意味でしょう？行け。何その目。いや、聞いてるじゃない。時速40キロ、分かる人。いいよ、間違えてみんだよ。自分の意見言ってほしいの。行け。時速40キロって何のこと？行け。下のこと、下じゃない。こういう時に答えてくれるとな、いいことなんだけどな。スピード。はい、佐野君。車が走ってる速さのことを表してる。そうだよ、速さのこと言ってんだよ。だけど40キロって何？40キロってのは速くなったのは、これ上がるわけ？100とか200に、200なんかでは走らないけどな、車では。時速40キロの40キロってどういう、キロっていうのは距離でしょ、距離。なんで距離のことを言うの？時速40キロって。あ、時速40キロってのはどういうことでしょう？
誰か意見のある人。速さっていう。速さだよ。もちろん速さを表してるんだけども、時速40キロってのはどういう意味でしょう。あ、わかった。山崎君。道路の中を40キロで走っているっていう。だからその40キロで走ってるんだけど、40キロでその人は走ってるんですけども、じゃあ時速40キロってのはどういう意味なの。これが大事なところの今日の勉強で、時速40キロってことはどういうことかというと、1時間で40キロ走るっていう意味。ビューン、1時間でしょ。じゃあ時計が1時間ぐるーっと長い針が回る間に40キロ行きますよってことなの。それを時速40キロっていうの。じゃあ時速80キロっていうのは1時間で何キロ行くの。時速100キロは1時間で何キロ行きますか。何？時速200キロっていうのは1時間で何キロ行きますか。何？みんな答えてこれ大事だから、もう一回よ。時速40キロっていうのは1時間で何キロ行くことですか。分かる人？ってやがってんの。はい、藤沢君。40キロ走るから時速40キロ。だからたくさん行くわけだ。ね。そこで調べてみたら、歩いてる人、駆け足の人ね、さっき言ったように。駆け足の人は時速10キロだから1時間でここまで行くことができます。いいか、お前これから1時間走るんだぞ。はい、わかりました。よーい、スタート。遅っ。やっと10キロ来ました。じゃあ今度は自動車で1時間走ってもらいます。いいか、1時間走れよ。いいな。何キロ。時速100キロで走るんだぞ。子供がよし、1時間で走れよ。ブーン。今度はレーシングカーです。時速200キロで走ってください。いいね、1時間で200キロ行くよ。よーい、スタート。ブーン。車置いてってんじゃん。違う、車ぶっちぎってぶっ壊れてる。足超速い。では新幹線です。時速300キロで行きます。1時間で何キロ行くんでしょう。300キロ。何？300キロ。何キロ？300キロ。1時間で300キロ行くんだぞ。時速300キロ。よーい、スタート。ピンキーシューン。ブヤ。時速300キロ。運転手さん、ぶち切れ。じゃあ、みんなね、一番速い乗り物って何だと思う？飛行機。飛行機。だいたい何キロぐらい走るあれ？知らない。ロケット。飛行機はだいたい900キロ。ロケット。ロケット速いね。実際ね、どれくらいで行くんだろう、あれは。宇宙ステーション。え？宇宙ステーションは走ってはないけどね、うん、まあ、地球から見るとまあ動いてるってだけだな。地球のこの地上走ってる中で一番速いもん何？地上？何？新幹線の特急。ああ、新幹線の特急なんてないけど、まあね、今度のぞみとか700系、もう700系終わったのか。今700系か。はい、誰かこのみんなの知ってる中で一番速いもの乗り物なんだ。時速飛行機はやっぱり900キロだな。ジェット機なんか戦闘機なんかは2000キロっていうのもあるね。シュン、1時間で2000キロいっちゃう。ジェット機、ジェット機。よし、この人は1時間に1キロメートル歩きます。うそー、ものすごく遅いです。ではこの人は2時間では何キロ行くことになりますか。何キロ。じゃあ3時間では3キロ。ごめんなさい、もう今日花粉がひどい。4時間では4キロ。何キロ。じゃあ今度は分かった時、今度は時速10キロにします。ものすごく速いです。10キロって大変です。時速10キロで1時間歩きました。この人は何キロ歩いたことになるでしょうか。10キロ。分かりました。10キロ。はい、高山さん10キロ。 OK。時速10キロで2時間走りました。何キロ走ったことになりますか。はい、鈴木さん。20キロ。え、20キロ。時速10キロで3時間走りました。あ、走ったんだね。山下さん30キロ。時速10キロで4時間走りました。何キロ走ったことになりますか。鈴木くん。40キロ。じゃあいよいよ今度はこんなことはできませんか。時速50キロで走ることにします。まあ時速50キロというとボルトぐらい。オリンピック選手でもそんな走れないでしょうね。100メートルでも
100メートル10秒でしょ。ということは1分間に60、え100メートルぐらい、600メートルでしょ。でその60倍だと360キロするんだな。時速36キロで走るんだよ。そのあれま時速50キロで走るんだぞ。いいな。よーしょと、はい、1時間でが時速50キロ、時速50キロ、いいね。時速50キロで走りました。1時間では何キロ来ますか。50キロ。2時間では100キロ。しっかり言ってください。その100って言うかダメ、ダメ。何キロ。100キロ。3時間では150キロ。4時間では200キロ。何キロ。200キロ。では今度はこういうことです。今度は逆ね、これ4キロあります。4キロね、この人は時速4キロで歩きました。4キロ、こっからここまで何時間で行けるでしょう。距離は4キロです。時速4キロで歩いて行きました。こっからここまで何時間で行けますか、分かる人。はい、山下さん。1時間。1時間だよね。だって時速4キロで歩いていくんだから。はい、15分30分45分はい、着きました。時速4キロで歩いていったの。じゃあ今度はこの人、いいか、この距離は9キロです。9キロ、いいか、時速9キロで歩いていきました。1時間。時速9キロで歩いていきますよ。タタ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 。こっからここまで何時間で行けるでしょうか。1時間。1時間で行けるんだね。今度はここからここまでは8キロです。距離が8キロです。この人は考えました。1時間で、1時間であのうち行きたいな。そうだ、時速何キロで行けば1時間で行けるでしょうか。8キロ。え8キロ。もっと自信持ってなさい。8キロ。8キロ。では用意スタート。ピューン、時速8キロできました。はい、オッケー。じゃあ今度自動車です。時速10キロで走っていきます。あくびしたわね、あなた。もっとあくびしな。オッケー。時速10キロで歩いて車走りました。2時間では何キロいきますか。え20キロ。3時間では30キロ。4時間では40キロ。おお、40キロできました。よし、じゃあ今度はこの人はね、僕はね、ね、2時間でね、ここまで来たよ。じゃあ3時間でここまで、え3時間でここまで来たよ。4時間でここまで来たよ。これ数字違ってんだな、先生、間違えたな。これでここまで来て5時間です。5時間で来たんだ。よし、もういいだろ。そこでウサギとカミさんの話です。ウサギとカミ、ウサギさんとカミさんがある日会いましたね。え、あ、今日山登りしない、一緒にかけっこしない、いいよ、芋もしね。で、赤いのウサギさんで、青くと黄色がこれカメさんね。距離は5キロです。5キロ。よーい、よーい、ドーン。そうしたらウサギさんはどん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 速く走ってきました。待ってよ、ウサギさんは何キロ来ましたか。2キロ。カメさんは1キロ。早いね、ウサギさんは。1キロ違い、ね、遅れて。さあ、また行きました。ウサギさんは何キロ来ましたか。 2.7キロ。カメさんは2キロ。もう追いつけないね、これは。そこでいつもだったらここでウサギさんが居眠りをして、その間にカメさんが追い越すんですけども、今日はウサギさんが寝ませんでしたね。どん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 走っていきました。ウサギさんが着いた時にはカメさんは何キロのところに来ていましたか。そうか、ちょうど半分ぐらいだな。で、今度はこういう問題。赤さんと青さんがかけっこすることにしました。距離はこういうふうに書いておきました。よーい、ドン、ティンクリン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 。青さんが2キロまで来た時に赤さんは1キロでした。じゃあ赤さんが2キロ行ったら青さんは何キロ、何キロ、え3キロ。3キロ。待ってて、ちょっと待ってよ。今赤さんと青さんで競争したんだけど、赤さんが1キロ来た時に青さんは2キロ走っていました。じゃあ赤さんが2キロ行ったら青さんは何キロのところを走っていることになりますか。分かる人、みんな言ってみろ。3キロ。3キロじゃないでしょ。4キロ。4キロじゃないでしょ。5キロ。
6キロ泳いでダメだよそれは。じゃあそんな先生が1キロで違う2キロ違うって言ったら別々の答え言っちゃいけない。 まずしっかりと自信持って言ってごらん。3キロ。え3キロ3キロだって4キロ。どうしたと思う。じゃあ意見分かれたね。じゃあ3キロだと思う人4人や。4キロだと思う人4人や。あんたはどっち。いいよ答えいいか。赤さんが1キロ来てる間に青さんは2キロ行ったっていうことは、赤さんが2キロ行ったら青さんはここへ来るわけでしょ。だから 1,2,3,4 キロじゃない。だって2倍走るんだよ。速いんだもん。そうでしょ。じゃあ赤さんが3キロ行ったら青さんは何キロ行くでしょう。何キロ。6キロ。なんか今日みんな自信なさそうな声だね。6キロ。これ一生懸命言ってくよ。だから赤さんが3キロ来たら青さんは6キロのところに来てるはずだよね。もう一回言うよ。赤さんと青さんが競争することにしました。赤さんが1キロ来たら青さんは2キロ来ていました。赤さんが2キロ来たら青さんは何。赤さんが3キロ来たら青さんは6キロ来てたわけです。いいね。じゃあ問題出すよね。今度はこの人は時速100キロで2時間走りました。時速100キロで2時間走りました。何キロこの人は進むことになるでしょうか。分かる人順番に行くと。かわいくんこの車時速200キロものすごい速い。ブラー100キロじゃないですよ。あ、100キロ100キロごめん。100キロでも速いよお前。ブラーッ。え200キロ。2時間では何キロ走りますか。200キロ。だってもう答え言っちゃってんじゃん。そっか。じゃあかわいくんもう一問出す。3時間では何キロ走るでしょう。300キロ。山崎くんこの人は4時間では何キロ走るでしょう。400キロ。それじゃあ鈴木くん6時間では600キロ。600キロじゃない。石田くん600キロ。え600キロでした。なんで。なんで。おい、インチキ話。インチキじゃないもん。伊達男。ランディーハンク伊達男。じゃあ今度こんな問題。伊達男ちゃん。はいはい。はいはいはい。0から12キロ、12キロの距離があります。僕は2時間で歩きました。いい？うん。時速は何キロだったでしょう。6キロ。何？6キロ。6キロ？ということは1時間に6キロ6キロで2時間でいいわけだ。じゃあこの同じ12キロの距離を僕は3時間で歩きましたって今度は3時間だと言いました。この人の時速は何キロということになりますか。4キロ。何。4キロ。4キロ。僕は4時間で歩きました。時速何キロでしょう。3キロ。3キロ。俺割り算でやって12キロの距離を6時間で歩きました。時速は2キロ。時速は2キロ。ギャーギャーこれ何したって。ここ一番大事な今日の勉強のところなんだから。12キロの距離を僕は2時間で歩きました。時速は何キロでしたか。6キロ。僕は3時間で歩きました。時速4キロ、4時間で歩きました。3キロ2キロ。では紙をあげます。あっこ先生これ向こうから待って。みんな1枚使え。そして名前を書いてください。今日当たってた人に、チョコボール。そう、チョコボールがあります。でもご飯食べる前に食べちゃダメだよ。一人で全部。よっしゃ。一人だったらやっぱ OK。 まず小さく名前か、名前と答えを小さく書いてよ。答えと名前を。いい。小さく名前どこの書いてもいい。じゃあ問題を出します。何人できるかとっても楽しみであります。これから問題。名前書いた。待って、表表でも裏でもいいけどとにかく名前書いて。名前書いた方がいいか。どうしてもいいよ。だし隣同士横見てやっちゃダメだよ。話をよく聞いて答えだけを書いてまたあきこ先生に渡してください。いいですね。では問題。今日はとってもいい天気でした。
今日はとってもいい天気でした。で、今日は山に登ることにしました。ちょっと言っておきますが、この山のこの道の距離は6キロです。正確に6キロメートルと言いますが、6キロです。この6キロの道を僕はこれから歩いて登っていきます。行きは時速2キロで、何道はダメよ、時速2キロで上がっていきます。坂を登るのは辛いですね。よいしょよいしょよいしょ、時速2キロで上がっていきました。よいしょ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 、そして山に着きました。山でお弁当を食べました。1時間食べましたね。そしてちょうど1時間経ったところで、そろそろ帰ろうかなということで山を降りましたが、降りるときは楽でした。時速 3キロで、ここに3キロと書いてある、山を降りていきました。タタ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 、ああもう帰ってきたという問題なんですが、ここで問題よく聞いてくださいよ。出発するときに時計を見たら12時でした。12時ちょうど、そう12時ちょうどでした。で、行きは時速2キロで山を登ります。距離は6キロです。よいしょ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 、わあ着いたぞ、お弁当を食べよう。ちょうど1時間かかってお弁当を食べて、まあ、少し休みました。行っちゃダメぞ。そして今度は帰ることにしましたが、帰るときは坂を降りていきますから楽ですね。時速3キロで降りていきました。タタ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 タ、はい、着いた時に時計を見ました。時計は何時になってるでしょう。何時とその紙に書いてください。着いた時に時計を見た。時計それとも字、いや字で書けばいいよ。例えばお弁当食べたの数字で書けばいいですよ。いやだからそんなことは知らないけど、問題はそういう問題なの。横見ないぞ、横見たら0点にするぞ。自分で書いて折り曲げてください。折り曲げた方がいいね。自分で考えて、まだもう一回説明しようか。よし、いいか、よく見とるよ。今この人は山に登ろうとしています。時計を見たら12時でした。いい、そして時速3キロで山、2キロで2キロ2キロではごめんなさい、山に登りました。よいしょよいしょよいしょ、距離は6キロあります。よいしょ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 、着いたぞ、はあ、さあお弁当を食べようということで、この人は1時間山の上で過ごしました。ちょうど1時間経ったところで、さあ帰ろうと言って山の道を降りていきます。今度は時速3キロで降りていきます。タタ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 、距離は同じ6キロでした。はあ、着いた。さあここに着いた時に時計を見たら何時になっているでしょうかというのがこの問題です。黙ってやる、静かにやる、答え言わない、紙に書いてください。言わないぞ。できた人はアッコ先生に答えを渡してください。また俺、小さく分かるし四角にすればいいじゃん。一つでいいって、もう一回見せようか。大事なことはこの紙を見て考えることだぞ。いいか、よーく見て考えてください。じゃあ書いてない人はまだ待っててあげて、これ問題は難しいから。この人はいいか、12時にここを出発したので、6キロの道をよいしょよいしょ、時速2キロで上がってた、2キロで上がったので、ついて1時間遊んで、今度は時速3キロで降りてきました。さあここで時計を見たら何時になってたでしょうか。言わないの。あれ、なんで出さない。もう分かる。時間制限とかないの。今山下さんがすごい目つきで考えてますから、待ってたんだ。もう一回か、もう一回説明するぞ。ここで見たら、時計見たら12時だったの。あ、12時だ。そして山登ったの。この道が6キロもあるの。遠いね。
でもこの人は時速2キロで上がってったの。1時間2キロしか歩けないんだよな、山道登っていくから。1時間経った、1時間経った、で着いたの。そして山の上来て1時間遊びました。さあそろそろ帰ろうかってことで、帰りは時速3キロで降りていきました。たた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 。さあこの人は出してよ、もうそろそろ答え書いてよ。ここに着いた時に時計を見たら何時になっていましたかという問題です。おや、じゃあそれ寄せ、それ寄せ、あのひどくなっちゃうから。いや思った通り書けばいいの、思った通り。なんかではないのよ。時速こ6キロあるの、6キロ、距離は6キロあるので、時速2キロってことはテク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 、1時間でこのくらい、テク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 、2時間でこれくらい、テク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 、3時あれね。で山へ着いて遊んでたのね。それでああもうお腹いっぱいになったから、そうそう帰ろうかと言ってダーッと時速3キロで降りてきたの。ここに下に着いた時には時計は何時になってたでしょう。もういいか。じゃあ守ったと数字書いてみる。合ってたらそれでいいんだからな、書いてみる。よし、じゃあこれから答えを発表しますが、合ってた人は何時かということですね。ブー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 ピンポン、ブー、これ難しかったね。ブーブーブー、一人だけでした。じゃあ説明しますよ。いいか、この人は時速2キロで歩いてたんでしょ。テックテックテックってことは、こっからここまで何時間かかるの。1時間じゃないよ、6キロあるんだもん、この距離が。3時間かかるんだぞ、これ。どういうわけだったの。だって6キロあるんだもん、山の道が。ってことは時速1時間で2キロしか行かないんだろ。ってことはここからここまで何時間かかるの。何時間。3時間。3時間でしょ。だから3時間でしょ。そして山の上で何時間過ごしましたか。1時間だから帰るときは何時になってるの。そういうわけか。何時。4時でしょう。で今度は6キロ時速2キロ3キロで降りてくるんだから、何時間で降りてこられるの。3時間。6キロを3時間で降りてくるんだ、時速3キロで降りてくるんだから、2時間。2時間でしょう。ってことはここで4時だったんだから、ザー1時間2時間で、正解は6時でした。一人だけでした。今日はこの人がチャンプと決まりました。鈴木芽衣さん、みんな手叩いてあげてよ。